皆さんこんにちは。大津観光インターネットチャンネルへようこそ。ナビゲーターの西条美希です。古都大津は667年に天智天皇が大津京を遷都して以来の歴史があり、交通軍事の要所として発展し続けてきました。そんな歴史の中で多くの神社仏閣も建てられ、庶民の信仰を集め現在にまで至ります。今回は古都大津の十社寺巡りと題し、古都大津を代表する数ある社寺の中から近江神宮をご紹介したいと思います。あー、緑が多くて広い境内ですね。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。それでは近江神宮の岩崎さんにお話を伺いしたいと思います。岩崎さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは岩崎さん、早速ですが近江神宮についてご紹介いただけますでしょうか。近江神宮はですね、昭和15年に、ご創建されまして、ご祭神第38代の天皇でや、られました。天智天皇を祭りしていると。神社としては昭和15年のご創建といいますと70年にしかならない、非常に新しい神社であるわけですけど、天智天皇の都大津の宮の跡地に創建されたという、1300年以上の非常に長い歴史の中に立脚した神社であるということができると思います。天智天皇が日本で初めて時計を作られたということから、時計を中心とした博物館、その他時計関係のものはいろいろと作られてまして、見どころはいろいろあるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速行きましょうか。お願いします。いや、立派な鳥居ですね。ですね、一番下の位置の鳥居に、これが二の鳥居となりますけどね。すっごく鮮やかな朱色をしていますね。そうですね、数年前に塗り替えまして、非常に鮮やかな赤い状態で、見上げることができますね。ここから写した写真なんかよくいろんなところに掲載されてますけど、近江神宮のキーポイントの一つと言いましょうかね。なるほど。いや、近くで見ても本当に迫力のある鮮やかな朱色ですね。そうですね、この楼門の赤い門をバックにして、写真を撮られている方、参拝者の皆さん、お宮参りとか七五三とか、あるいは結婚式なんかの時もここで撮ったりしますし、あるいは観光客のいろんな方々をここで、写真を撮られている方も大勢いらっしゃいますね。そういう華やかな、七五三であったり結婚式であったり、そういった華やかな式にもぴったりのこの鮮やかさですね。そうですね、非常にかなり大きいんで、ちょっと離れないと全体を入れるというわけになかなかいかないんですけど、この赤い柱がバッグに入っているだけで、雰囲気が非常にいいものになったりするかと思いますけど、楼門をくぐっていただきますと、下拝殿から内拝殿のあたりが見えてきまして、本殿の一番奥の本殿まではまだ見えないんですが、この本殿から内拝殿、内拝殿から下拝殿と建物の周りを回廊で、囲んで、これがいくつも重なっているような状態で、近江造りとか昭和造りとかそういうふうに言われているということになりますね。非常に大きな建物で、ここ門をくぐってご覧になると圧倒される方大勢いらっしゃいますけどね。思わずこう見上げてしまいますもんね。こうなんか上もすごく段々というんでしょうか、なってて非常にすごいですね。この中の建物が内拝殿と言いまして、今ここに立った建物のところが下拝殿、外の拝殿、中の拝殿ということですね。でここから内拝殿からちょっとしゃがんでいただきますと、中の本殿の扉が見えるということなんですけど。あ、見えました。でただ内拝殿が非常に大きいんで、本殿までは正面からは見えないということですね。そろそろこの辺から本殿が見えてきましたですね。あそこの一番上の地に活動着のあるところが神様がお祭りしてある本殿の建物で、その下にスキベというものがありまして、その下に今のその内拝殿があるというふうで、いくつもの建物が重なっているような作りになってますのでね。この辺りから見る楼門、斜めから見るのも非常にいい感じに見えるんじゃないかと思いますけど。
その近くから見るとその朱色がすごく目に飛び込んできたんですけども、なんかこちらから見るとその屋根とのコントラストっていうんでしょうか、その緑と赤のその色もまた綺麗ですよね。博物館の建物のあの緑もありますからね、もうこの辺りは銅板が6章吹いて非常にいい感じになってますのでね。あれ何だと思いますか。池じゃないんですか。池なんですけどね、その先にありますあの矢の浮かべてあるのがあれが水時計なんですよね。時計ですか。ですね、あれが天智天皇が日本で初めて作られたという水時計漏刻を、模して、昭和39年に作ったもの、スイスのオメガ社の総代理店 のシーベルヘグナーさんの方から奉納された水時計ですね。上から段々になっておって、上から水が落ちてきますと一番下の矢が浮かんできますので、その矢につけてあるメモリによって時を知らせるというような仕組みになってますけど、その天智天皇が初めて日本で初めて時計を作られたということなんですね。あの他にもこういったちょっと変わった時計っていうのはあるんですか。そうですね、こちらの方を見ていただきますと、竜の形をした置物がありますけど、これがまた時計であって、あれもですか。竜の背中に線香が渡してあって、その線香に火をつけていくと、線香が燃えてきますので、その背中に置いてある糸が切れて、で糸につけてあるあの粉砲が落ちて音を立てると、まあ、それによって時を知らせると、そういうような仕組みになっている、古代日時計と4000年ぐらい前の中国で使われておったというふうに言われてますけど、これもロレックスさんの方からの ロレックス社さんの方からの奉納の時計ですね。音で知らせてくれるっていうのがまたいいですよね。面白いですね。その他にもまだあるんですか。こちらの方に行っていただきますと、赤い日時計と白い日時計と2つ、日時計がありますね。これは、まあ、あの太陽の光で、影を作って、知らせる、時計日時計であるわけですけど、これもそれぞれの、時計の赤い方は時計の組合さんの方から、白い方は研究者さんの方からの奉納ですね。そのなんとなくこの赤い色の時計は見たことある形なんですけど、白いのってちょっと初めて見る形なんですが。そうですね、形としてはまあ火で太陽の光で影を作って、その影で知らせるという点は一緒なんですけど、まあちょっとデザインに工夫してあるということじゃないですかね。まあ非常に精密な時計のようですけどね。いや、たくさんの方がこちらの漏刻ご覧になってますね。そうですね、たくさんいらっしゃいましたね。あ、すいません、あの時計館宝物館ってあるんですけど、こちらってもしかして最初にお話しいただいた時計の博物館ですか。そうですね、以前は時計博物館というふうに言っておりましたけど、4月から時計以外のいろんなものも展示するようになって、時計館宝物館というふうに名前を変えて、おりますけど。じゃあこちらに行けばいろんなものが、時計だけじゃなくもう本当にいろんなものが楽しめるということなんですね。1階が時計の博物館、2階が時計以外の絵画とかいろんなものを展示しておりますけど。いやー、岩崎さん、もうこちらのね、もう非常に鮮やかで綺麗だったし、また時計の神様っていうのも非常に珍しいですよね。そうですね、まあ、あの普通の神社とちょっと違うと思いますけどね。本当にもうこちらには見どころがいっぱいですね。ありがとうございます。まあ、時計という点でまあ非常に知られているわけなんですけど、他でも近江神宮は最近非常に注目を浴びているようなことがありまして、どんなことだと思いますか。全く想像がつきません。教えてください。近江神宮はカルタ、百人一首のカルタのことで最近まあ非常に知られるようになってきまして。カルタですか。ね、またどうしてそのカルタなんですか。百人一首の一番最初の歌が天智天皇の御声秋の田の仮穂のようのという歌がありまして、そういったところから一部の人の間ではまあ昔から知られてたんですけど、最近、正月のカルタの名人クイーン決定戦がテレビで放送されたり、あるいはここに3年で言いますと、ジハヤフルという漫画が
始まりまして、こちらの方が若い人の間で、相当、知られるようになってきまして、まあ、カルタの愛好者も相当増えていると。で、まあ、近江神宮がカルタの聖地として、知られるようになってきたというようなことですね。じゃあもうこちらは時計の神様でもあり、またカルタの聖地でもあるということで、本当に盛りだくさんですね。そうですね、いろんなことが、なかなか近江神宮独自のものっていうのはいろいろできましたですね。岩崎さん、本当にありがとうございました。それでは参詣の証として御朱印をいただきたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。御朱印をいただきました。これで私もご利益があると思います。岩崎さん、今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に、この動画をご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。まあ、いろいろ今ご覧いただきました、近江神宮時計の神様でもあり、カルタの聖地としても知られてまして、まあ、そういったいろんな見どころがあるということで、どうぞ皆さん、大津にお越しの節はどうぞ近江神宮にお越しいただきますよう、よろしくお待ち申し上げている次第でございます。ありがとうございます。岩崎さん、ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか。皆さんもぜひこの近江神宮に訪れて魅力に触れていただきたいと思います。今回ご紹介した近江神宮についての情報は、近江神宮のホームページをご覧ください。また琵琶湖大津観光についての情報は、琵琶湖大津観光協会のホームページをご覧ください。